バーブバーブこんばんは。こんばんは。このツインテール高いツインテールの二十歳いてないよねと思いながら、ギリギリ19だかこんばんは。バーブネット舞台見たどうでしたか。もっとユナのこと好きになってくれましたか。チン遠いちょっと痛いです。あらめんきたやっほー、こんばんは。ジャックまでジュンジャーを守らせてくれ、もうだいぶって教職員の友人たちはみんなハトコちゃん描いて頭抱えてます。いい、嬉しい。ユナのこと復興してくださいもうだいぶって地に住んでなくてそう決めていたのよ。なんかちょっとみんな何ぐらい興味なさそうだからちょっといいや、初見さんウェルカムにしよう。よしみつちゃんブドウありがとうございます。お花にはなんなのでしょう。よしみつちゃんブドウありがとう。そういえば前回まなみちゃんありがとう。そういえばね、アンダーガールズのコンサートのセトリとか見てちょっともうワクワクよこんばんは。だいぶ楽しみにしてもらって嬉しいです。コンサートハトコのあたりは毎日自分で考えて、もちのロンロン、脳内見たよ。飛行機で帰ってきた。ありがとう。どうでしたか。アクステゲートできた。すごい。ヒント、いいな、ずっとやりたかった曲できるの、やばい、めっちゃ嬉しい。ずっとやりたかった曲できる、やりたかったとか憧れの曲ができる。こんばんは。まさか自分がやると思ってなかった曲やる。こんばんは。ヤングラのことは一緒に考えない、いいのあったら教えてください。サヌちゃんブドウありがとう。こんばんは。今回も一感激したんだ、嬉しい。気が増しましたか。そらちゃんハートありがとう。あと何はなれるでしょ。一杯じゃない。コンサートも楽しみ。僕はいない、夏の砂浜、カラくんかわいい、ありがとう。酔いに楽しみながら帰ってる嬉しい。やっと残り3公演。脳内ポイズンメリー、ゆきちゃんこんばんは。シャーちゃんハートありがとう。カロキャイシーのもったけじゃない。ゆ
ちゃんめっちゃかわいい、ありがとうございます。こんばんは。お、明日配信なんかアップもありそうやかちょっと恥ずかしいんですけど、この変な顔アップはさ、そんな見られへんと思って、普段変な顔ばっかしてるから、どうしよっかな。こんばんは。あとちょっと、東京バイバイ。また帰ってこられるように頑張ります。ゆめたん、しきんさん、こんにちは。やのピンク目、頑張ります。また帰ってこられるように。そのためには選抜に入らないとね。そのままと久々会いました。また東京行きます。明日の昼と夜の公演に入ります。いっぱい来てくれるじゃん。ユニさんのファンですか？と書くで初めて。ユミちゃん、わざわざショールームも来てくれたんですか？ありがとう。21歳、年齢近い。キャメの顔ありがとう。皆さん、どこでショールーム見つけてきてくれるんですか？これ、ツイッターも今、拡散してない。東京満喫？満喫というか、もう東京はけど、もう1ヶ月もいるので、ちょっと、マキン、こんばんは。大河ドラマ見てたの？いつかいいな、そういう大河系のあのやつもねしたいんです。お芝居好きだから、歴史的な話も。ツイッターでゆなちゃんのファンさんからリポもらったし、ね、そうなんですね。ありがとう、来てくれて嬉しい。こんばんは。こんばんは。タイが町の娘の子役であります。町娘。そのちゃん、ハートありがとう。なっちゅんちゅんも花火ありがとうございます。ゆうの文系経済学部です。地味に。だから理系、特撮？仮面ライダー？こんばんは。何々レンジャーのピンク、ピンクになろうか。こんばんは。今もやってますよね。全然知らないんですけど、ヤーノの説明でね、レミの宣伝も、復興してくれたの、ヤーノのこと、ありがとう。なっちゃん本当に演技上手だから、これからいろいろ挑戦してほしい。嬉しい。
ケムカイありがとう、ジョナちゃんもハートありがとう、こんばんは。画面越しも会見の直接見るともっと可愛いですね。嬉しい。こんばんは。戦隊系、確かに戦隊系出たくなってきた。こんばんは。なっちんちん花火ありがとう。こんばんは。よしみじちゃんも花火ありがとうございます。全体絶対ピンクいいけどね、もう一個黄色があるでしょ、女の子。なんか黄色にもなりそうなよ。いや、だいたいさ、衣装さんに衣装黄色、いつもね黄色になっちゃうから、黄色かわいい。僕黄色多いのよ。食いしん坊キャラの黄、僕じゃあ黄色やないのこんばんは。いや、本当はピンクがいい。かわいさ必殺技ユナマジックチェチェ。なっちゃんちゃん、おいしそう、ありがとうございます。舞台見て青も似合うなと思う、嬉しい何回かのオープニングも青黄色、そうそう、確かに。けどさ、仮面ライダーとかさ、戦隊ものけって1年間毎週ドラマ出れるってことですよね。ちょっと魅力的ですね本気でやりたくなってきた。こんばんは。しかも子供に人気になれるってことですよね。子供から指示を得れるって、クックックな、ちっちゃい子好きだから嬉しいな。こんばんは。みんなのヒーローになれるってことですよね。敵役はなんか、あの子供から嫌われちゃいそうだけど。そうちゃん、ハートありがとうございます。のっぽい大阪行きます。ゆなちゃんに会うのも楽しいな、嬉しい。大阪まで来てくれるのね。歌の姉さんもいい、わかる。ゆっくん幼稚園児とか保育園児に人気でしょ。それは喜んでいいってことですかね。こんばんは。なっちんちゃん、ペンライトありがとう。ヒーローに反応してあるこんばんは。26歳男性にも人気だ、細かこんばんは東京まで行きました、ありがとう、嬉しい。デニーズ、おお、ノーポイ効果じゃん。なれんじゃ。
今日とあるカフェに行ったんですけどね、ドリアを注文したらね、あの東京のやつ屋さん、なーに？なんでそんな悲しいこと言うの？大阪に住んでるの？大阪に行こうに、大阪に住んでるんですか？ぜひ NNB じゃあ NNB 知ってますか？アフタートークよく出ないけど、そのドリアをね注文したんですよ。そしたらさ、目の前でさチンしはってさ、ちょっと夢破れたって話です看板は、てっきり作ってくれるんかと思ってたら回答だった。こんばんは、それはなんとも、そうなんか、カフェならそうなんか。エネルギーもちろんしてます、でも詳しくわからない。ぜひゆなおきに NNB の魅力を伝えられるように頑張ります。さやちゃんこんばんは。チキミバーガー、チキミバーガーなんで大阪にいないの？眠いね今日。最近結構寝てるんだけどな。ゆっくん今日もお疲れ様、ありがとう。こんばんは、あるんかい。あるでしょ、大阪マック、マクドナルド、マクド。頑張れなちゃん、好きであんまりしない、ありがとう。しょのちゃんハート、ありがとう。大阪当日チケットどうなんですかね、なんかチケットと、おいおいおい、月見バーガー大なりやな、どういうことよ。月見バーガー小なりやなでしょ。こんばんは。ゆらり公園からの配信お疲れ様、ありがとうございます。こんばんは、コメントいっぱい読んでくれて嬉しいですね。これは好きになっちゃう、好きになってごめんなさい、迷惑なら無視していい。ネルビー初期から素敵、ユナの一番素敵がやった、無事帰宅しまして、ユナのもお疲れ様、ありがとう。もちちゃん花火ありがとうございます。ゆなくん、やっほー、こんばんは。当日券あるって、やったー。東京あさってで終わりです、みんなの5週間の東京生活も幕が閉じます。やっとキッチンで料理できるわ。めっちゃ太ったから痩せるわ。こんばんは。24時間365日外食というか外の食べ、自分で作ってないからね、
そりゃ太るよね。こんばんは。大阪今月に帰るからハトクちゃんはさよなら。さよなら。なんでそんななんかびっくりマーク多いの。虫のた。こんばんは。5週間とほぼ1ヶ月撮ったこと、1ヶ月以上いましたよ。だって8月1日からだもん。1日がじじじじじ、単純にさ、単純にさ、1年365日でしょ。そのうちの今36日間東京行ったから1年の12分の1東京にいたってことだね、この年は。わーお。はい、またディズニーも行きたいです。あゆーてなちゃん見てハトカ駅めっちゃぴったりな気がする。やったー。東京の女。10日で11時にある豚見に行くから、はい、待ってます。こんばんは。大阪は東京よりも多くのピューラーさんと会えるのかな。緊張するなぁ。お、大阪新集落見に来たか。ありがとうございます。こんばんは。来月まで夜のにゃな。動きもかも可愛すぎて嬉しい。ありがとう。3日間も来てくれるの？恥ずかしい。あらしけ楽しみね、本当に。こんばんは。同じか楽しみ。ナンパはティナちゃんとの話が楽しみが、ねえねえ、順調に変えます。ありがとう。の見て、髪伸びたくないと思ってきた。どう思う？やっぱり男の人のファンが多い。ユナタケに6対4ですね。こんばんは。ヤッホー、おーい。覚えてるよ。こんばんは。めっちゃ伸びてるね、髪の毛。こんばんは。てか最近話してずっと外だったから室内でやるの久しぶりねえ。おい早く、なーに、さなちゃんハートありがとう。ウィンクお願いします。いや
6対4なのか、意外と7個多い、私も7個です。じゃあもう夢ったもピオラってことね。名前似てるね、ゆなと。そうですね、ハトコ効果で最近ゆなを好きになってくださった方も多いから、リアルまでまだ2ヶ月もある。じゃあこんばんは、こんばんは。ハト効果最初の頃から、最初からのあの女の子結構好きでいてくれる方が多い。いやなんて、ね、いいよ、もちろん。初期の頃からファンの顔も変わりました。超変わったね、もう。こんばんは。いやなんて、あと欠かさないとこ多すぎとっちゃいたいかな確かにちょっと似てるねんだよな、結局ハトコに。しかも似てきたかもしれない、もう1ヶ月もハトコやってたら。最近何でも思ったことパー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 喋っちゃうから、もうハトコ、ハトコのせいだ何でも何でも言っちゃう。なっちゃんはハトコ。2回も髪色ってくれて嬉しいです。1回髪よろしくね。ひゃーちゃんハートありがとう。なつかさんありがとう、今日は来てくれて。とりあえず卒業するまで私への推してさ、嬉しいな、そのことを忘れないよ。さあちゃん、ハセもありがとう。こんばんは、久しぶりでごめんね。どうもいいねって、いいねってしかこんばんは。まったり今日なんか、今日なんか夢にモンスターズインクみたいな夢見たあ、こんばんちゃん。我が家でピューラ誕生日1対1 2分の、もともとの総数が2人の中にいいの、強すぎない、うれしいいろんな色の群で、確かに黄色とかオレンジとか、黄色とかオレンジとかですねひでくん、ハートレット、こんばんは。そのちゃんもハートありがとう。ゆっくんとの関係性についてね、一番知った、いやーちょっと可愛かったチャラいわよ、こんなに長くしてん、多分初めて。確かに確かに。せっ
ケイさん、こんにちは。いや、男性探偵で一番発売ね、本当に早く性探偵出てほしい。絶対女の子みんな好きだと思うか。多分言い直してくれてるなら男性の方でも好きになってくれると思うけど。ハラボーシャン、花火ありがとう。ユナくん、こんばん。僕の脳内にユナくんしかいないのもよかったります。シャーシューが僕中心で目が覚めて、おはよう。ユナの生誕ボード誕生日迎えたらなくなっちゃう。え、どうなんだろうな。もう提出そっくりすんだよ。ハラボーシャン、花火ありがとう。クマちゃんもありがとう。クマ、みなちゃん、ハートありがとう。おい、早く、何ですか何？9月になって出るのかな。やなおし、何軍団？ピンク。舞台から聞かせて結構見える。そうね、カーテンコールの時はほぼ見えます、後ろまで。やってる最中はね、9列目ぐらいまでは顔は結構見えるね。こんばんは。早川、何？帰りに登り取ったらハトコと一緒。あれ、本当言うのもさ、自分のさ登り取りたいのに、なんかあの旗がさ、多分設置上なんか隣のさ鳩とさ、こうちゃんと名前見えてほしいんですけどゆいなちゃん、お日様ありがとうございます。多分けどしょうがないんだと思います。あれ、こうまあ頑張っていつか主演に選ばれてさ、登りがきっちり見える場所にいろということですよね頑張ります。いつかちゃんと撮りやすい場所に。生誕 T シャツの役明日までだって。頑張ります。10代まだ2週間。やめて、もうやだよ。いや、それな、まずあの初舞台でそんな上りをさ、こう早川なんていうのを掲げてくださる時点でもう超感謝しないといけないなんて。こんばんは。冷静に考えてやばくないこんばんは。二十歳ないの楽しみ、楽しみないよ。一生バブで痛いよ。セーター T シャツの役明日までみたいなので、マナの方お忘れなく。私楽しい、
チャート名ほんと嫌いだよ悲しい。こんばんは。二十歳になってもパブでいます。お酒飲まないと思うよ多分。早乙女キュン、みーなちゃん花火ありがとう。こんばんは。駅で全力疾走したか筋肉痛になりを感じてかしなくてお湯を感じてる。サートメクの綺麗なスイッチわかる。確かに。こんばんは。どう頑張ってもさあ、サートメ好きになるさあとこなくない？イナナのこと重要として見て本当嬉しい。ケンちゃん、ブドウさんありがとうございます。ゆうじくんありがとう。こんばんは。けど NNB のイナナの新たな魅力を発見してくださったないですか。まあ、サートメの気持ち分からなくも男性やったら分かるんですかこんばんは。けんちゃんラブレターありがとうございます。こんばんは。まあまあ言いすぎたらネタバレになっちゃう。今日ポイズンベリー拝見しました。どうでしたか。サートムキュン。やだ、こんばんは、こんばんは。なんかお好きありがとう。またお疲れ様でした。ありがとうございます。ナングラどうしよっかな。みんないいのなかった。ナングラ今回ね、あのナングラ1位だったらさ、あれだよ、超高級ドライヤーもらえるんだよそのちゃんハートありがとう。ミシェルボーイさん可愛いありがとうございます。こんばんは。今日舞台見に行きました。嫌な演技そこ、嬉しい、ありがとう。ゆうちゃんくん、こんばんは。超高級ドライヤーだよ。そう、写真で一言。カーテンコールの間手拍子で連絡をかけ、あれしないでいられない。な、ど、な、あ、ど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 、体勝手にしてるよね、カーテンコールの時のこの手拍子こんばんは。早く寝ちゃってよかったで嬉しい。
こんばんは。ゆなが言いまして、髪型、そう、舞台でもしてた髪、これそのままよ。もっと手拍子してんねんなだけ、まあまあけど、まあそれも個性ということで。さなちゃんハートありがとう。休憩とか分からなかったから終わったと思ってか、なんかねいるらしいですね、帰る方休憩が終わりだと勘違いする方。こんばんは。皆さん休憩あるので、35分間間に1幕と2幕の元気なきゃ久々勝ってか、アイドリーの出てた、ほんとこんばんは。写真1、おちさんインスタでどんなんやったっけ写真。そうです、だってユナもさ、そう、花代さんめっちゃ見てくれる、ユナの方。こんばんは。花代さんと仲良しなのね、ユナ。陽気な外国のおじさんが傘をさしてる写真。放送席、今日のヒーローこの夏最高の、小泉さんと動画楽しみしてありがとう。こんばんは。明日2公演頑張ります。金子さん、うん、いい、決戦舞台見てないとさ伝わんないじゃないですか。ハート作ったかとか、これか。はい、ありがとうございます。こんばんは。明日何しよっかな。いや、的にはバッキュンが一番来てるんですよね。おい、こんばんは。でちゅう、ほろ終わります。何グラはちょっともう適当に出しておきます。適当とか言ってるけど1位目指してるのでいい感じに。バッキュン13位、ナーラのケンちゃん12位、キジくん、チチシナモンくん、ジュヒくん、9位、マミちゃん、8位、オズム姫、7位、エジコプター、6位、デビアン、5位、ヒデくん、
よいよしみつちゃん、さっくになっちゅんちゅん、ちはるぼうちゃんでした。ありがとうございます。あれにしようかな、パイナップルの画像のやつで I have a pineapple, I have a headphone, パイナップルヘッドホンにしようかなこんばんは、エスミッピーちゃん、パクリは良くないですね。なんかいいの考えとくよ。こんばんは。ちょっと待って、どうしよっかな、何しよう。やっぱりちょっと一人で考えられない。皆さん何がいいと思いますか。パイナップル、パクリじゃないんです、パロディです。みんな上すめてたけど何がいいかな。こんばんは、まゆば、適当に。じゃあバイバイ。最後に祝助タイムだっけ。バイバーイ。